そうですね、もうちょっと火星も。それでは四平団子行っていきます。さあここでは四平団子力を発揮するだろう。とお、テトラに届くかと思った。お、来た、来ましたよ。来ました。なんかな、ベラかな。まだ春のベラ祭りぐらいですかね、これ。来ましたよ。フグじゃありませんよ。お、ほら、来た。ほら。言うたと有言実行です。春のベラ祭り。長崎春のベラ祭り。もう。ベラに愛され。いかん。これベラに愛された男、これあの釣れんパターンモードですね、ここ数日間ですね。かなりのやべえ。ルアーがなくなっちゃうじゃないですか。かかるぜ。もう予備ないですか。予備はあと1個。場所交代しましょうか。途中はお、いかんいや、それ違いますよ。あれ、それ何でもペットボトル、僕ゴミですよ、それよそのゴミですよ。ちょっと4分作りかけかと思ったわ。いや、何でもあのペットボトルリサイクルでやめてください。もう僕のところにゴミがどんどん溜まるから。いや俺マジ4分くらいかと思った。ひどいな。あ、炭まだ新しそうですよ。違うか。とうとうここまで来ましたね。っていうかもうここがいっぱい引っかかるところでどうします。でも深いっちゃ深いですね。深いね。もしも完全になくなったら四平団子を少しお渡ししましょう。山くれ、四平団子俺にくれ。呪われ中毒やないですか。魚じゃなくて師匠が連れてるじゃないですか。足元に湧いてます。足元に味らしきものがいっぱいいます。師匠がそれを狙っております。果たして見えてる味は釣れるんでしょうか。見向きもしないでしょ。やっぱ見えとやつは難しいんですよね。スイッチが入ってないよ。スイッチ入ってないですね。カルガモ、これ何ですかね。これ何の鳥ですか。これ昨日一昨日焼き鳥食いたらこう出てきた。うわひどいな。なんか覗いてますよ、海中を。また大きかった、釣りましたね。おお結構これ引き応えあったんじゃないですか。でかい。これ何フグこれ。うわでかいよ。この歯見てください。これはい、トラント。うわ取れてた。上手。うわフグ、これフグに噛まれた痛いらしい。毒ある。絶対毒あるって顔してますよこれ。それはあの今が旬な白尾やね。ここからこう見たらなんかこうあるみたいですね。お、どんどん膨らんでいくよ。でっかい。なんだこれ、膨らみ方がちょっと変な。長崎春のフグ祭り、ね、フグ祭り来てましたね。フグでしょ、フグ。これでかいな。リリース、よし、移動しよう。移動、釣れる気しませんね。釣れる気が1ミリもせん。よし、あの橋を渡ろう。釣れないときは場所移動派。どういよ。僕は粘り派なんですけどね。まあ、粘っててもね。来るまで待とうお魚さんなんです。来ないなら来るとこ行こう。鳩場工事でしょ。足を来ましたよ。平戸のところに行ってみましょうか。どうですか、こう本当平戸のところなんですけどね。特別今日は釣れないんでポイント変えて。本当釣れませんね。場所いっぱいあるけどですね。もうなんか自信がなくなってきました。四平団子も全てがダメだよ。そんなんじゃダメですか。まあ、頑張ろう。頑張りましょう。潮目走ってますよ、これ。潮目も鳥山どこ遠いな。来るかな、こっちに。お、来た。来ましたよ、潮。来ましたよ。はい、ほらほら、ちっちゃい。もうカサゴや。もうちっちゃいです。カサゴが来ました。やっとで。なんかカサゴの形をしたらライターや。ライター火つきますかね、ぼってですね。
かわいいなこのカサゴ。もう針はいっぱい高切れしてからなくなりましたよ本当に。もうかわいい。まだまだ釣れるぞ今から。やっと活性が来た。いい感じですよ。来ましたよ来ましたよ来ましたよ。なんだなんだ次は。ちょっと大きくなったような気がするぞ。やっぱり切り出しました。よっかしょ。お大きくなりましたよカサゴが。ほらちょっとサイズアップしましたよ。やっぱり四平団子釣れます。やっぱり四平団子釣れます。やっぱりよやっぱりよやっぱりよ。なんか上なんか変なの吐きましたよ。なんこれなんか変な稚魚みたいなの吐きましたよ。お来ましたカサゴです。でも全然ちっちゃい。いかんこの前マルコちゃんの見ておきものすごくちっちゃく見える。まだリリースサイズですか。んリリースサイズこれリリースですか。ちくしょう用途見てくださいよ。リリースですか師匠。用途見てくださいリリースですか。間違いないリリースですね。さようなら。これがさっきこの虫みたいなのがさっき1頭目で引っかかった。マジですか。これがアラカブの口から吐き出されました。さあどうしましょう。これを使ってこれを餌にして投げたら釣れるんじゃないかなと思いますのでちょっとやってみたいと思います。何ですか切れました。ちょっと少し生きとうよね。生きとらんよね。生きてないでしょうね。刺さるんだ。これ本当アナゴの子供ですかこれ。なんか骨が硬いな。マジですか。これ何の子供ですか。これあれやないと。銀ポ。銀ポ。なんかあれにも見えるね。あのほらウツボ。あウツボ何やろ釣れると思います。銀ポかな。また行ったらあんま違えやろ。カサゴが吐いた上じゃあ投げてみましょうねえこれよあれがあるね。四平団子の団じゃないですよこんなの。四平あらこれ餌釣りとかちょっと珍しくないですか。半分切りなさい半分。おきゃ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 来ましたよ来ましたよ。これすごいっすねこの餌。